和田一文字。話題の音楽、映画、ウェブなど気になるカルチャー情報を2人が切れ味鋭く批評する話題一文字のコーナーでーす。聞いたぞ聞いたぞ話題一文字と。はい、何回目ですか。いやーもう全然分からへんし、前何やったかすら覚えてないな。前何やったやろ。まっちゃんの映画かな。まっちゃんの映画ちゃうか、ね、R100 やな。 R100 か。で、その前が宮本くんの映画かな。ああ、そうやろうな、うん。最近ちょっとね、YouTube の方にそれを上げてですね、うん、いっぱい怒られたいっていうド M な気質はあるんやけども、うん、なかなか時間がなくてね、100回に向けてそれもちょっとやっていきたいなと思ってるんですけども。はい、ということで、その第まあ10回目ぐらいは、はい、ダウニーの、5枚目のアルバム。来ましたね。はい、無題ですね。まあこれもう、この説明とかめっちゃ嫌やねんけどな、日本のポストロックバンド、これ。ほんまこういうの嫌よな。何でもポストロック言うたら思てるやろ、前は。ボーカル、ギター担当の青木ロビンを中心に、2000年。はい、どこ出身やねん。2000年4月に結成され、シングル、月宿る全寮でメジャーデビューをしましたと。はい、で、作品ごとに作風が大きく変わるが、その音楽は、フィードバックノイズや変拍子を対応したサイケデリック、エクスペリメンタル、ポストロックなどに分類されますと。はい、で、映像担当のメンバーがおり、映像と音楽を同期させたライブを行う。ダクロシね。はい。で、2000年4月、活動を休止。2004年ね。あ、ごめん、2004年、活動を休止。2012年6月13日に、各メンバーのツイッター、ツイッターがや、ネイティブななダウニーかよ。ツイッターがツイッターアカウントにて再始動に向けた曲作りの最中であることが明らかになったと。で、その待望のアルバムが、2013年11月20日先週ですね。そうですね、9年ぶりとしてアルバムがリリースされましたという感じですかね。っていうことをウィキペディアウィキペディア、そしてアマゾンの紹介文ちょっとお願いします。で、そんなダウニー復活、活動休止期間を経た待望のニューアルバム、そんな5人編成のポストロックバンドダウニーが活動休止期間を経て9年ぶりにリリースするアルバム、メンバーの才能がぶつかり合う、張り詰めた緊張感が導く、成功やな、成功、生に硬いっていう、成功な響き、映像イメージを喚起させる高度な革新性を内包した独自の音響は唯一無二、唯一無二で、めちゃめちゃかあ、はい、そんな感じでですな、はい、まあ、ダウニーはアルバムのタイトルがないですからね、はい、まあ、全部無題やから、今回も5枚目にしてまた無題ですな、第5作品集無題というふうに言っておりますね、はいはい、まあそうね、9年ぶりなんやね。当然当時めちゃめちゃ好きでしたけど ね、ダウニーはね、ライブも結構何回も行ったし、みんなダウニーは元ウェーブの面々は好きやったし、俺も当然好きやったし、ね、映画待望の復活ということで、そうですね。じゃあ恒例の点数いきますか。そうやな、これ60点が何やったっけ。9大点ですね。9大点ね、でそっからまああかんくなっていって、良くなっていってって感じですかね。はい、せーの、85点。あんま低いな。あのね、いやー違うねこれ、いや難しいね。ケンタが65点って言ったね、俺は85点って言ったよ。多分過去最高点じゃないですか俺が。あ、マジで。のような気がするけどな。あかんかった？いや、あのね、違うね。あかんことは全然ないね。これ多分、俺、未だに、ダウニーのそれこそ、セカンドとか、サードとか、4枚目とか、普通にこう、時々聞く。まあ、俺もちょこちょこ聞くで。から、多分、普通にだいぶ好きやし、うん、青木ロビン、あの、嫉妬。なんか、くるりの岸田的な感じで、青木ロビンへの嫉妬が、まあ、あるぐらい結構やっぱ好きやったから、結構日本のアーティストの中でももうほんとトップ5ぐらいに入るぐらいの。っていうぐらい好きやったから、めちゃくちゃ期待してた。だからこれは、ダウニーのアルバムがいいとか悪いとかじゃなくて、こういうのをどう評価するのって難しいねっていつも話すやん。そうだね。フラットに評価できへんからね。すごい待って、すごい楽しみにしてて、聞いた結果やから、あ、ってなっちゃったから。だってこれが、驚異の新人バンドのデビューアルバムっつったら絶対100点やもんね。そう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 、まあ、そういうことやもんね。そう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 、っていうのでちょっとやっぱ点数が低くなっちゃってるなっていう、なるほどね、感じやから。俺も聞いて何ら問題ないです、基本的に別に100点でええんやけど、とはいえ、まあ、別に何も新しいことがなかったっていう、10点引きと、
あと5点は俺なんかあの普通に聞き取れる歌詞の、これはもう俺の好みやけどね、一回聞き取れる普通の日本語歌詞のダウニーが聞きたいなっていう、これはもう好みの問題やけど、それはダウニーに求めんでええやろっていう話なんやけど、あのトラックにまあそれこそ岸田的なとか奥田民生みたいななんかボーカルが乗る曲を一回聞いてみたいなっていう5点を引いての85点でしたけどね。まあ、今回ちょっとそれでいくと昔に比べたらだいぶ聞き取れる気がするけど、ああそうやな、うん、加減の月は夜を照らすとか全部聞き取れたもんね。いやいやそういうバンドやったっけみたいな、結構言うな、いや俺ほんまにダウニー多分好きやから、あの結構ねやっぱそのボーカルがでかすぎるっていうのと、普通に延長線上にあるものがちょっと分かりやすく、5枚目として提示されただけっていうことに対するがっかり感はすごい強い。なるほどね。その新しさが、別に新しさがを出すのは難しいから、それをないことを批判する否定するっていうのは、コーネリアスポイント問題やな、これは。そうそうそう、なんかそのあかんと思うねんけど、とはいえ悪く言ったら自己模倣やんっていう、そのなんか9年間経って、そう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 、今更もう一回、それこそこの9年間経ったことによってその彼らを取り巻く環境が変わったりとか、その音楽制作の環境が変わってるから、そんなに低予算でも綺麗な音で撮れますよねみたいな、あのプリプロ的な問題があって、音とかも綺麗なんやけど、音が綺麗になったことによって別に何かが良くなってるわけではないとやっぱ思ってしまったし、なんやろうな、なんか今あえてこうダウニーを改めて5枚目として聞いた喜びよりもがっかりした、そのがっかりっていうのがその別にあかん作品じゃないんやで、あの 思い入れの強さを、それを超えてくれなかったっていうね、超えるだけのものがないことに対するなんか寂しさの方がやっぱ前に立って、ね、まあ本当スキーがゆえの期待してたがゆえのね、どっちかというとこっからライブしていったりとかなんかしはっていって、6枚目とかが出てきた時に多分ほんまは再評価をしなあかんねやろうなっていうのが、うまいことまとめたな今回の俺のダウニー。なるほどね。あ、まあでもまあそれはその通りなんじゃない、そう言われたらね。話題一問その例えば変拍子使ってとか、あのいやこういうちょっと、ま、別にダウニーに影響を受けたわけじゃないんかもしれんけど、あの日本のポストロックっぽい感じでわりかしドラムが凝ってたりとか、でちょっとそのさっきのあれはまさにフィードバックノイズがどうとかさ、そういうダウニーっぽい路線上にある、要はその言葉としてはすごい嫌いやけど、ある種の日本のポストロックシーンのその後を歩いてる構図、人の人たちと比べていいか悪いかで言ったら全然いいから、全然いいんやけど、これ俺が全部知らんから、もしかしたらもう今やもっといいのがおるかもしれんけど、全然いいんやけどなーっていうそうかな、そこまでかな。いや言うてることわかるけど、それでも、いや言うてること全然わかるけど、それでもなんかまあこのなんやろな、音楽シーンを満たしてくれるぐらいの出来上がりやったけどね、とはいえ、いや分からんけど、あんましこういう感じってないやんか、いわゆるポストロックってさ、分かりやすい方、それこそ、まあ、クレッシェンドのバンドが多かったりさ、だん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 、とか、スローコアなバンドが多かったり、モノとか、そう、モノとかモグワイに代表される、ああいうクレッシェンドのバンド、クレッシェンドの方がドラマチックに簡単になるからね、とか、もうちょっとテンポの遅いバンドが多かったりだとかする中で、まあそうね、あんましこの感じはないしさ、だって唯一無ミニやろ、まあ唯一ミニやな、まあそうね、だから東っぽいのとダウニーっぽいもんを吸収した若い人たちがやってるバンドって多分結構いっぱいあるよね、だからすごいやっぱこう、ある種のレジェンド的な、いやほんまそうやね、人たちではあると思うし、いや かっこいいっちゃかっこいいんやけどなーって、あそう、いや言ってることわかるけど、俺はまあそれをあの差し引いてもやっぱしあのすごいあの満たされたけどね、ちょっと聞いてみますか、例えば2曲目とか、じゃあ分かりやすく、多分この曲は分かりやすく受けるんやろうなって曲やったんですよ、なんて曲だったっけ、赤尺っていう、赤尺セルロイドかな、角尺光り輝いて明るい様に、角尺セルロイドとか、あと 何曲か結構、そうね、俺はね、でもね、やっぱしね、まあまあまあそのギターのそのフィードバックとかね、もうあるんやけど、やっぱあのね、各人のリズムに対する意識というか、ずっと各パートがポリリズムで、シンコペーションかまして、どこが頭かもう分からへんって、なんかね、セッペリンのドラムを聴いてるようなのやっぱし、なんか
セッペリンドラムって本来そのリズムやったらそのフィル入れちゃあかんやろみたいなのが、もうドラム教室でやったら絶対怒られるような、なんかツッタッツっていう普通のスクエアのイーブンのやつを叩いてるのに、タツタタタツタタツタタタタっていきなりフィルだけ3連とかをバンド全部でやってる感じで、2曲目の伯爵セルロイドの1回ブレイク入る前のベースの入ってき方とかはちょっと感動しましたけどね。だってこのなんかベース、まあ基本ベースが引っ張っていく曲多いけどさ、このチャ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 のリズムの入り方とかも、まあダウニーならではのと後ろのこのフィードバックっぽいギターとね、ギターの音色はいつもながらすごいけどな、なんでこんなことができるんだっていうぐらい、なんかさ、こういうバンドってでもさ、こういうバンドってロックバンドってさ、案外さ、なんかちょっと落ち着いていくやん、曲調、弾きの美学を覚えるというか、ダウニーってめっちゃハードになってったよな、4枚がめっちゃハードになったやんか、で、ベースがとにかく歪み始めたし、昔の方がもっとテンポ遅かったし、4枚目からめっちゃ激しくなったよな、なんか、で、それがこう、そうしてるよね、でもね、結構ね。なんかまあこんな感じでやね、俺がね、ちょっとうわーと思ったんだ、あ、まさにここや、多分このベースが消えて、これ、この全然周りのリズムと関係ない、タタ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 タみたいな、こんなんだって、お前ちょっとリズム狂ってるねって言えるやん、普通に俺ドラム叩いてたら、ちゃんと入ってっていう、なんかこんなんはうわーって思うけどね。話題一問まあこのなんかこのギターとドラムと、うんうん、ドラムがすごいけどな、そう、こういうなんかこの多分ほぼ頭、普通に頭で弾いてるっぽいんやけど、ちょっとなんかこう、全体でグニャーとなる、うん、ギターのこのフィードバックの入り方とかはもうたまらんよな、もう気持ちええわってなんねんけど、ほんまに、俺ほんまにとはいえポストロックをやってた俺としては恥ずかしいけどまあ俺バンドポストロックみたいなのやってたからね、ダウニーにも憧れてたし、もちろんダウニーにも憧れ、もうベタに、まあ、ダウニーにも憧れ、トーにも憧れ、モグアイにもトータスにも憧れてポストロックをやってた人間としてはですね、こんな曲作るんだって思う。だってなんかピークポイントとかがないんよ、ポストロックだいたいさ、なんかドラマチックに決めてさ、本当にストーリーありきやんか、特にまあボーカルがないのが、まあ、ダウニーはボーカルあるけど、ボーカルがない分やっぱストーリーが必要やし、物語が必要やし、起伏が必要やしっていうことを結構あえて排除してるやんか、ダウニーってずっとガッていくだけみたいな、よーこんな曲作るなーって本当思うけどな、なんか誰が主導となって曲作ってるのか分からへんけど、こんなんで始めんねんって言っても、このってなるよな、なる、それ、それベースに作っていこうやって、なれへんやんかこれって。そうやな、強いて言うならまあベースは結構一定でさ、ラインベースのフレーズを聴いてるやんか、まああれをベースに作って、ベースをベースに作っていくんやったら、まあ、唯一分からんでもないけど、何をきっかけにこんな曲が出来上がっていくのか全然ちょっとイメージができないけどね。でも全部捉えどころないやん、全楽器が。いやなんかね、ドラムすごいんやけど、すごい抑えてない、いや、すごいなと思うんやで、よう叩けんなこんなんって思うんやけど、じゃあ多分俺プレイヤーの方がもともとないやん、プレイヤーみたいな、俺と比べたらね、で十分あるやんけどね、一般で比べたら、すごいなと思うねん、こんなドラムが叩けること自体は、やねんけど、なんて言ったらいいのかちょっと難しいんやけど、馴染んでない、ドラムの凄さだけがちょっとすごいっていうことに意識がいってしまう、アンサンブルとして成立しないというか、いや、俺がもうちょっとなんかちゃんと聞いて、あ、こういうことかって分かったら違うのかもしれんけど、ちょっとこれベースのとちっちゃない、なんかドラムでかいよな、でかいな、で、なんかそうすると、すんごいざっくり言うと、やかましい、ざっくり言うだな、なんかさ、すごいと思うねん、こんななんか、もうめっちゃ筋肉あるんやろな、この人みたいな、さっきの持久力も含めて、よう叩けるなと思うし、いや、かっこいいんやね、フレーズ自体ね、あんましないもんね、こんなフレーズね、で、叩いてるフレーズ自体再発の、みたいなもんな、かっこいいんやけど、多分それ馴染んでなく聞こえてんじゃない、多分、あ、もしかしたら、
フレーズの問題じゃなくて、うん、あのミックスの問題なのかもしれない、うん、だほんまにこの曲とかはなんか、うん、うーんって なったよね、うん、話題一問じゃあちょっと加減の月いきましょうか。これは本当にね、ダウニーらしからぬぐらい日本語が聞き取れたね。あ、そうやな、うん、でもやっぱドラムズパターンすごいけどな。すごい、すごいよ。なんじゃこれっていう、どこが頭かすらもうすぐ分からなくなるからな。これでも今回もほんまこれ全部ギターとベースの音しか入ってないよ。入ってないよ。なんかでも何曲かちょっと怪しいのあったよな。あったあった。でもまあギターシンセみたいななんか怪しいのあったよな。俺こういうベースの入っていかが好きやでな、このダーリンのドゥルルル、ドゥルルル、ドゥルルルみたいな。あまあ多分あれやな、多分生バンドであることみたいなことに対する、うん、リスペクトが、リスペクトを足すか足さないかっていう、うん、あ、それ足してないの？俺はあんまり足されないのよ。あ、価値になれへんよ、元々別にこれを全部一人がラップトップでやってても、うん、全く同じ状態やったら全く同じ価値なんや。そう。ああそう、うん、でいやライブを見た結果、あのラップトップで作っててマジって再生ボタン押されても、うん、ああそうですよねってなるのと比べて、そのライブで見せられて、うん、うわーってなる感覚はあるから、うん、そのライブを見たら、ライブとしてすごいすごくないっていうのは、もちろんその生バンドならではの加点はあんねんけど、うん、音源で聞いたら、音源になって、まあ、CD でも DVD でも、うん、DVD でも CD でも MP3 でも何でもいいんやけど、パッケージになってポンと提示されたものが、うん、どうやって作られてても、うん、あんまし極論このドラムフレーズビーって誰かが弾いたやつをこうパーって切りまくってリサイクルとかで、うん、でパーって切って音抜いたら、同じようになるやん、うん、もちろんね、うん、極論ね、うん、っていう風に作られててもそんなに別にいいっていう。じゃあ俺もな、究極はそうありたいね、うん、もう鳴ってる音がどうかだけを評価すると、うん、若手だろうか、うん、おっさんだろう関係ないし、バンドだろうがラップトップだろうが関係ないって、うんうん、だけどやっぱなんかバンドマンに対してリスペクトが俺はどうしても取れへんから、うん、あこれバンドでやって、だから、うん、やっぱしレベルファミリーのベースは秋元さんが生で弾いてるっていうことが価値やし、俺の中ではなんかそれはあるけどな。まあ確かにね、このドラムパターンがすごいすごいって言ったってさ、じゃあスクエアプッシャーはもっとすごいし、うん、ってなってくるやんかっていう意味では、そうそうそう、まあなんかでも難しいけどね、その、うん、結局トータルでバンドとしてというか、あるその音楽活動してる人と見た時に、うん、ライブでもかっこいいっていう価値は、うんうんうん、違うとこではもちろんあると思ってるから、うんうん、でもなんかこの曲はとはいえなんかこのドラムもベースもかっこいいですかね、うん、かっこいいね、うん、じゃあこれはしぐれ、しぐれ前、しぐれ前、しぐれ前、まあもうだから全部がほんまブレることなくダウニー節やな。まあ、でもドラムめっちゃ頑張ってるよ今回本当に。いや一歩間違えたら確かにやかましいっていうのは分かるけど、なんかもうちょっと確かに休風というか空間を意識しても良かったのにっていう気はするな。もうこれほんま全部好みやんって言われたらもうすんませんってなるけど、その空間ラブ感、なんかこう敷き詰めすぎま…敷き詰めすぎ…血出てるで引き詰めすぎてへんかなみたいなのはやっぱりちょっと気になるんだよな。そうやな、まあそれはまあそうやけどね、そう言われたらね、うん、うん、まあでもやっぱしなんかかっこいいけどね、うん、うん、いや間違いなくかっこいいね、うん、間違いなくかっこいいよね。ちょっとボーカルでかいけど、うん、そう言われてるのはほんまそうやね、うん、ちょっとじゃあ次は黒、なんかドラムが確かにすごいよな、うん、ベースかっこええねんほんでこれすごいよなマジで、ベースかっこええねん、なんだよのこれ、なんかその土台のコード、あの響きのね、うん、まあ、あの ベースってね、リズムの楽器であり、うん、つつ響きの楽器である唯一の楽器やからさ、けどなんかもうその響きの方はもう全然関係ないよな、だってコードが何とかじゃないもん、分からへんよな、わけわからんよな、っていうかもうめちゃめちゃよな、このギターやからこのベースのフレーズじゃないやん、もうだってなんかまあ多分あんま関係ない、関係ないよなこれって、ね、でもアンビエンスとしてギターが入ってて、うん、そうやね、でそうやからもうなんかこうコードがぶつかっててもいいやん、それこれ多分あの、うん、ビョークレディオヘッドの方法論みたいなやつだと思うんだけど、うん、例えばコードをグワーッと集めてきて、うん、ガシャガシャガシャポンって適当にダダダダダって並べたとするやん、あのランダムにポチッとしてパンって出てきたコードをビャ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 ってつなげたら、音楽理論上はどう考えても変なコード進行がピャーって並ぶよねと、
あ、それキーも決めずにもうぐっちゃぐちゃに、ぐちゃぐちゃにポンって、うん、私を決めてもいいけど別に、うん、でなもうめっちゃ変、あ、まあこう多少こうキーぐらいはある程度決めておいた方がいいと思うけど、うん、ペンってなるとすんごい変なコードが並んで、うん、でもその上でそれでビャーって1本音出しといて、うん、でベースとボーカルがちゃんとその1本ラインを通しとけば、うんうんうん、あのアンビエンスとして乗っけてるギターとかが全然ぶつかっててもなんか成立するみたいな、そのこうタイムライン重視みたいなさ、なんかこう元来ロックってそれがその曲のを駆動させるのってギターの役割やったんやもともと。でもまあダウニーズそうじゃないよね、ベースのパターンが変わる、もしくはドラムのパターンが変わることで A メロ次 B メロっていうっていう方が多いよな。ラップトップ以降のさ、そうやね、考え方やね、確かにね、うん、ベースとかドラムさ、まあ、うん、ダンスミュージックは結構そうやもんな、うんうん、それをロックでやるって、まあ確かにこんなこと、まあポストロックは比較的やるけどね、うん、今ね、っていうかこの曲はさすがにこれピアノじゃない、ピアノというか鍵盤系じゃない、このいやと思うねんよ、これすらギター、分からないけど、分からない、ほらこれはさすがに鍵盤の音と思いますよな、これギターで出してたもんよ、分からないよな、このピキャピキャピキみたいなさ、いやほんまそうやね、だからベースがあるから何でもいいのこれな、多分ね、まあ、多分これぐらいこうなんか分かりやすく入ってる、うん、鍵盤やって言ってるやつあるやんか、ぐらい分かりやすく入ってまうと、うん、多分あのベースのコードとあんまりぶつかるとあかんやんけど、まあちゃんとコードやもんな、このタンタンタンはアルペジオやからね、ピアノの、あ、だからまあこれはベースも普通にまあいわゆる一つのキーでルル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 ってやってるもんね、すごいよね、だからこのギターのフィードバックもやっぱし、フィードバック系の、うん、アンビエンスとして入ってるこの音もまあすごいな、ようできて、この音が出したくても出さないんですよ、世の中に100、1万人ぐらいあるよ、ギターキッズ出すだけでもできへんっていうな、あー、本当にかっこいいやんか、本曲かっこいいな、うん、曲名がすごいけどな、この次の曲だってな、うん、雨の犬やめっちゃ小3、2学期雨の犬怒られるわ、これもかっこええやん、もうダウニーって感じよな、ダウニーって感じですよね、ただまあなんか、うん、ちょっと確かにここっていうポイントがあんまないな、もうちょっと聞き込みあるんやろうけどな、じゃあ俺の中でな、この曲かっこよかったね、めっちゃかっこいいな、うん、これなんて読むの、これトガトガのトガっていうじゃん、京都トガトガの、うん、分からへん、これ3枚目の、うん、なんかなんとか形状学みたいな、形詞状学、形詞状学、そんな、うん、なんかそんなあるやんか、うん、あの曲のドラム、うん、わかる、あのベースが、うん、あのドラムがもう俺もうほんま好きすぎて、ほんと空間を生かしつつ縦に並べたところにどこに音符あんねんっていう、ちょっとそれ正規語、正規語、これのドラムがほんま俺の中でダウニーの超ナイスドラムなんよ、うーって思うぐらいの、これがかっこいいよな、だってこれとかベースはさ、ドゥ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 ってだけで何のリズム的な面白さもないのに、このドラムのこれによってこのベースもめっちゃかっこよく聞こえるし、これぐらいの欲しいよね、これぐらいの、で こういうのをやっぱもうダウニー節やと思ってるやんか、うん、とするとさ、なんか多いやん、ね、多いよね、このドラム俺もうほんまもうこんなツボの効いたドラムなかなかないよ、これこれほんま、このドラム本物とか少ないけどめちゃめちゃようできてると思う、ようできてるよな、絶対思いつかへんもん、こんなパターン、いやもうちょっとこれやばいよ、うん、みたいなことで、まあ言うたことが全てよね、うん、まああの、ほんまにこれ以上かっこいいバンドなんてなかなか見つけられへんレベルにかっこいいけど、うん、まあケンタがそれでも65点になるっていうことは、うん、まあまあ分かりやすい理論ですよね、確かにね、そうそう、もうあの、うん、好きすぎるがゆえに辛いっていうだけですな、だからあの、だって辛いと思うもん、自分でもこれを65点って言うなんて、うん、辛いと思うもん、そうやな、うん、で、多分こっからもうちょっとあのダウニーのこの楽しみ方、ここから、あ、こういうリズムになってんねやみたいなのをこう、うん、聞けば聞くほど、ね、見つけていくっていうか、うん、その表紙の切り方とかが、うん、あ、こここう切ったら確かに
そうなってるわみたいな、うん、なんか一瞬ハチに聞こえるけどハチちゃうやんこれみたいなとかを探していく楽しみがあるから、うんうんうん、あるよね、うん、いやまあいっぱいもうちょっと俺も確かにもうちょっとめっちゃいっぱい聞きたいわ、うん、確かにそうやね、うん、そのポリリズムとかシンコペーションの妙語も入り込みまくってて、うんうんうん、そこを紐解いていく面白さはほんまにあるよね、ダウニーの音楽ってね、うん、だそこから多分点数は下がることはないと思いますので、うん、そうだね、ちょっとライブ行きたいけど行きたい なあ取れへんかったからなチケットが、まあ、まあからまたライブしていくんでしょう、うん、とはいえね、お願いしますよ、もうはい、じゃあ最後に、まあ一応点数を取りますか、はい、じゃあ、いろいろ喋ってみた結果、うん、ダウニーの5枚目、第5作品集、うん、第、何点でしたかということで、はい、せーの4 点俺はやっぱこう思い入れ全部加味したら100点になるけど、まあ、やっぱ実際は、うん、ダウニーってダウニー5点5点は5文字やから1文字1点